そしてチコカリートは、はい、カリートズウェイということで、はい、うん、カリートへの道ですよね、これまさに。そうですね、カリートの道っていうアルバムにしましたね、うん、俺はもう結構出す前からこのタイトルかなって決まってたんで、そのちょうど去年の11月にアルバムの草案っていうか、その案が出てたんですけど、それインタビューで見た、それあれでしょ、あの TK にこういうアルバムにしますみたいに出したってやつ。そうそうそう、もうその時からもタイトルもうそれまんまだったんで、だからほとんどもうそのまんま作っていたみたいな。ナチュラルに作ってて。でもさ、去年の 10月とかでしょ、それが11月です、ね、ちょうどダンジョンの、うん、に最初に出たのが放送されたぐらいって感じ。そう、放送されて、で沖縄で UMB で1回戦負けた後で、うん、ボケとしてて。でもさ、そこからさ、でやろうと思ってちょうど1年ぐらいでアルバムが今実際出たわけですけど、状況の変わり方がいや半端ないですね。その時はだって初めてダンジョンに出て、まあちょっと行って、うん、でも UMB も1回戦ちょうど負けて、うん、悔しいなみたいな放送はされてた、それチコさんの回され沖縄、ちょうどされるかされないかぐらい。沖縄ではまだされてない、沖縄ではされてないんで、そうですね、されてなかったです。それがさ、うん、1年経ったらさ、その番組が続いててモンスター側になっててさはいはい、はい、アルバムが出てるわけじゃないですか。で、そうですね、賞金100万とか制作費も稼いだわけじゃないですか。そうですね、バトルで結構全部変えたっすね。ね、ここまでと思ってました。なんとなくほら、来年の今頃出そうとかさ、プランニングの中でさ、まあそうですね、正直年内の、うん、今年の年内の上半期に出したかったんですよ、はい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 、上半期には出したかったんですけど、 でも、そのまあ出せるかなっていう気持ちは正直思いはあったんですけど、うん、その UMB だったり、そのバーってバトルにバーっていっぱい出まくってて、うん、去年の12月、はいはいはい、でその100万取った瞬間に、うん、ああもう俺これ出せるわみたいな。それは出せると思うよね、うん、もう、うわ、制作費ゲットだぜだよね、マジで出せるわみたいな感じになってそうだよね、そうですね、うん、嬉しかったですね。そうだよね、ここまで変わると思わないよね、チコさんが一番変わったんじゃないか感もあるよね、うん、そうですね、まあそうっすよね、俺が多分この1年見たら絶対俺が一番、いやそうじゃない実際ね、うん、だって俺も去年の10月ぐらいまで知らなかったもん、うん、チコカリートって人がいるってことを、うん、そう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 、それですぐ曲に、そうそうそう一瞬すぐ言ってますよね、あのチコかっこいいねって、なんか2回目の、うん、あれで2回目の収録が終わった時に、終わったぐらいでもケンさんがチコかっこいいねとか言ってて、もう曲やりたいみたいな話してた気がするっすよ。そう、バトルで見てラップが超かっこいいと思った人めちゃ新鮮だった。なんかバトル強えって人はいっぱいいるじゃん、うわラップがかっこいいみたいなのがそう新鮮だった覚えがあるかもしれない。嬉しいです。でも逆に言うとね、証言は証言でさ、もうずっと活動してきてる中があって、でも今回いろいろあって今こうアルバムリリース、また絶対状況違うじゃないですか前作出たのと、うん、はい、ね、その辺もどうすか、逆に。なんか作り方とか変わったりするっすか。なんかほらチコさんさ、最初のデビューだからさ、その最初の1枚目にって思うのがあるけどさ、逆にさ、証言はさ、こう出していく中で状況が変わってってるわけじゃん、はい、知らない時代も出してるしさ、ずっと続けてきてるからさ、でもその環境が変わったりする中で自分のさ考え方がもちろん変わるとこも変わらないとこもあると思うけど、なんかあんのかなと。前まではやりたいことばっかりだったり、勝手にやるみたいな、一人で作る意識がすごい変なんじゃん、勝手にやりたいことばっかりやって、けどそれが、なんか、大丈夫だと、やっていくうちに、なんか違うなみたいなことって、ちゃんとこうレーベルの人とか周りの人がいるんだったら、その全体で作るっていうのを意識するようにして、人の意見とかを聞ける耳になった。大人になったってことだね。大人になりました。今いくつでしたっけ？あ、早い、大人になるのが。いやでも証言も27になって、この話してるといつも思いますよね。あ、本当、うん、でも逆に僕27だったらあんま分かんなかった、うん、あ、マイク入ってない、証言のあとあれじゃない、俺今すげえ大事なこと忘れてた、はい、気づいた、八王子さん呼んでない。いや違う、あ、いいの、あ、いいの、大丈夫。いや今見えて、あれ俺八橋さんここじゃなかったっけと思って。いや大丈夫です、生放送なんで、はい、あ、すいません。俺今話したこと全部入ってないです。もしもし。俺も結構心配なんだよな。俺はでみんな入ってるっぽいですね。みんな入ってます。もしもし。はい。大丈夫ですか。もしもし。全員入ってますか。いいアルバムが。でもだから人の意見を聞けるようになったってことね。そう、人の意見は聞けるようになる。聞けるっていうか取り込むようになったね。そうそうそう。ちこさんどうなの、逆にアルバムに関して。いや別に取り込んだ方がいいとか良くないとかないと思うけど、なるほど、なんかほらラップ聴いててさ、うん、レコーディング時にさ、例えばまあレーベルスタッフとか近くの仲間とかがいるじゃん、そういう人がさ、なんかこうした方がいいんじゃねとかさ、あ、それはもちろん聞きます、うん、聞きます、あ、そうなんだ、てか
EA さんでね、あのエンジニアの、あ、はい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 、まあ、今回シミさんと一緒にやってる、まあ、そうだね、シミがね、うん、経験も豊富だしね、で 俺もクエスチョンマークのところがあるし、うん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 、だから ここ多分こうした方がいいと思うんですけど、うん、どうすかっていう投げとかは絶対してましたね、うんうんうん、あでもじゃあやっぱみんなちゃんと取り込むの、俺全然最初取り込めなかったけどみんな偉いな。ケンさんはダースさんからいろいろ言われたことないないない、あ言われなかったんですか。全然言われなかったで 俺自身もその人が取っててなんかうんみたいな感じになってたら言うし、うん、で俺らの周りしかいなかったんで結局、うん、そのレコーディング上のしてる環境も、うん、だから全然みんないろんな意見出しつつみたいな。いいよね、俺もね絶対その方がいいと思う、うん、一番最初に聞いてる人たちの意見だから大事だもんね、うんうん、でも俺それ気づくの結構時間かかったな。いやでも俺もレーベルやってるから言いますけど、うん、なかなかやっぱり言えないっすよねそれも。あのそれケンさんともそういう話よくしてたじゃないですか。あだからね、だからそのアーティストにもよるよね、言ってほしい人もいるし、まあね、あとほら、うん、そうですよね、自分も迷ってて相談乗ってほしいポイントとさ、そうあのいや俺これ決まってんのに、うん、お前イチャモンつけてくんのかみたいなさ、そもあるじゃん。それはさ、うん、譲れないみたいなのもあるじゃん、うん、だからそう基本的に自分で、うん、その俺がまだどうなんだろうって、うん、迷いが残っちゃった時は聞いてたっすね、うん。逆にじゃあ自分がこれだと思ってもいやそれ良くなくないみたいな、良くなくないっていうかこの方が良くないとか言われたら、じゃあ一回それやってみますけどみたいな、うん、あそれ一回やってみますけど、うん、俺が決めるっすよみたいな、うん、もうちょっとイラッとしてちょっと出てんぞみたいな、そう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 、やべちょっとイラッとされたい将棋はどうだそれを言われたら、いやここはこうこうこうなんでこれなんですよ、やっぱそうだよね、やっぱそうだよね、そうなりますよね、わかるよ、だって俺もやっぱこうね、メジャーとかもあるとさ、いやここ内容的に変えた方がよくないって言ってた、ここ変えたらこことここで陰踏んでるからみたいな、ここ変えるってことはこことここも変えるってことなんですけどみたいにちょっと怒って言っちゃったけど、あでもリリックの内容は言われたことないな。本当でもね、それもねいい意味で対応してたりとかね、そういうことね、音のこのドラムに対してのあれとか、ね、はい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 、細かいねフローのアプローチとかね、でもねみんなやっぱ悩んでるよね、うんうん、それはだから僕もやっぱりエースとか燃えるゴミとかの性格とかも考えていろいろ話すし、正社員君が燃えるゴミ君のラップに対してディレクション入れたらそれはだからそうなんだよね、まあ、怒られるよね、あの二人はいらなそうですね、そう人にもよるよね、アーティストにもよるしね、うん、で今回の僕いやすいません僕の話ですよ、うんうん、ちょうど同時期ぐらいにエースと燃えるゴミアルバム出して、うん、多分同じくらいに出してると思うんですけど、エース君と同じなんですけどまずくないですか、いや自分のレベルなんで発売日把握してますからね、エース君と俺が同じです、同じしてる、同じ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 全然分かってねえじゃねえかみたいな、でもやっぱり今回のセカンドとかは、うん、俺自身もこの1年が忙しかったから、うんうんうん、結構2人に任せてやったりとかしたんだけど、うんうん、でもやっぱりレーベルオーナーだから本当はもっといろいろね、いろいろこうなんかいろいろ揉んで、うん、こういや形にしてあげればよかった、今もいい作品なんですけど、うん、そうすればなんかもっとあいつらの動きももっと良くなかったなみたいな、まあね、やっぱ信頼できるメンバーだと言われてもムカつかなかったりするもんね、うん、これはまあ良くするために言ってくれてんだろうなって思えるチームでできるかどうかが大事かもしれない、そうそう、ね、うん、難しいんだなこれね、難しいっすよ、難しい、特にラップはね難しいっすよ歌だとほら正解不正解あったりするじゃん、ちょうど外れてたりとか、そうですね、そういう次元じゃないからね、そういう次元じゃないですもんね、そうなんだよね、難しいな本当に。